ら、どうですか。パリッと、パリズヒルトンになりました。はい、最高の仕事しました、私。あ、最高です。私の飲みも深まったということで、さらに飲みを加速するためにですね、最高に美味しいパリパリチキン、チキンソテーをパリパリするやり方っていうのをよくやってたんですけども、多分今回のチキンが一番パリパリです。なんでかっていうと、強制的にパリパリにするやり方をするからです。カレーに乗っけるパリパリチキンもこのやり方で作ってると思うんですけども、今回はですね、このまま塩味でやるのももちろん美味しいんですが、ハーブチキンにしたいと思って、今回バジルチキンバリバリパリパリパリバジルチキンということで、パリパリに焼かれた最高に美味しいチキン、こいつを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介いきたいと思います。まず鶏肉、鶏もも肉1枚 300g ぐらいのものです。はい、これこちらを使っていきます。そしてですね、あとニンニクが1かけ、おろしニンニクね、ガーリックパウダーがある方、ガーリックパウダーとかでもいいんですけども、持ってない方もいらっしゃると思うので、今回は生のニンニク使います。添えるようにレモンが1個あると非常にいいです。はい、今回の料理はパリパリチキンはめちゃくちゃシンプルです。そんなに手間かかんないですけども、1つ買ってほしいのがこれ、バジルね、乾燥バジルでいいんで、これ絶対に、スーパーに売ってますから、乾燥バジル買ってください。乾燥バジル買っていただければ、他のは家にある材料でできますので、はい、今回はこのバジル、乾燥のハーブを使いながらやっていきます。今回はですね、チキンをパリッパリにするっていう、レシピでございます。ということでですね、パリパリチキンっていうのはこう切った時にザクッパリッという風にですね、高揚感があるんです。ということで、今回はそちらを私が理解していくためにですね、自らをバリバリにしていきます。バリバリメイク特上対面、僕が一番好きな麦焼酎、いただきます。やっていきます。ニンニクは後からすりおろすんで、これニンニクね、補欠を、切り取って皮は剥いてください。おろしにしていきます、ニンニクはね。はい、じゃあニンニク剥けましたね。ニンニク剥けたら、今度鶏もも肉、これはね 300g なんですが、 350g とかでも全然いいんですけども、パリパリチキンを作るために、一つ仕掛けをしていきたいんですね。パリパリ感を強調させたいんで、お肉はね、薄い方がパリッと感が増すんですよ。こうやって開く方とかもいるんですけども、僕はこうやってね、もう縦に切れ目入れちゃいます。はい、こんな感じ、熱いなっていうところに切れ目入れていくんですよ。で、切れ目入れてって、こうね、ウリーっていう感じで、もうめった刺しにしていきます。皮の方はね、ちょっと力入れないと刺さないんで、ちょっと力入れてます。はい、いつもね、ガンガン瓶とかで叩いてるんですけども、そこまでね、薄っぺらくする必要ないんで、包丁の裏でこんな感じでね、叩いてください。はい、そうするとかなりね、この薄さが均等になりますね。この程度でいいです。包丁の裏でガンガンと叩いてください。肉の繊維がほぐれて、肉が薄くなって、非常にですね、パリッといくんです。はい、はい、こんな感じですね。最初より薄くなったの分かります？そうすると両面が、薄っぺたくなって、火の通りも良くなって、パリッとね、いきます。マナブを小さじ半分、小さじ1杯って皆さん何グラムか知ってますか？お塩、お塩の小さじ1杯って6グラムなんですね。なんで、これ今取ったのは3グラムで、3g っていうのはこの、チキンの重量の 1% なんですね。はい、1% ぐらいのお塩を振っていきます。かなりパンチの効いた味付けになりますので、ソースがいらない、すり込んでいくわけですね。皮の方に少し多めに、すりつけた方が僕はいいと思います。皮って脂肪で覆われてるんで、あんまり塩味がね、浸透していかないですね。すり込んでいきましょう。最初に塩すり込みますよ。こいつですね、僕は SB のいつも使ってますけども、小さじ1とちょっとぐらい、ちょっと山盛り、こいつをすりつけて、バジルはほら、レストランのメニューとかでもバジルチキンってあるでしょ。バジルとチキンの相性は最高な、食パンとアンパンの関係なんですよ、これね。はい、この乾燥バジルをすりつけてください。香りがいい、香りー、バジルを塗る、すり込んでください。ちょうどあったね、これもうミルノを引いちゃいますけども、まあ、これ適量ですね。はい、バジルの半量以下でいい、バジルの3分の1ぐらい、
今回バジルが主役なんで、ただ黒胡椒の爽やかな香りもちょっとアシストで入れていきたいなっていう感じなんで、これ振っていきます。はい、はい、振りましたね。はい、ニンニクおろします。一かけに全部おろしちゃっていい。今回はですね、フライパンで焼くレシピなんですね。はい、半々ですりこみたい。はい、じゃあ裏返しておろしニンニクを全体にすり込んでいきたい。ここまでまぶし終わりましたら、この状態でね、10分ぐらい置いといて、このバジルの香りとお塩をこのチキンに浸透させていくっていうフェーズを取りたいんで、5分から10分肉を休ませます。常温で休ませてください。このような形で皮を 上にして、ラップしないで平気です。はい、ラップしないでちょっと10分ほどこのまま休ませてください。鶏肉ができましたんで、パリパリチキンのパリパリの元になります薄力粉をまぶしていきます。まあもう本当にこんな感じで、まあ、表面が白くなるぐらいね、ちょっとあのね、パリパリっていうのはですね、やっぱね、粉使うとね非常にやりやすくなります。鶏の皮だけでもパリパリになるんですけども、強い食感になるのはやっぱりね粉振った方がいいです。はい、今回はね粉使っちゃいます。はい、だからどっちかというと唐揚げだとかフライドチキンとかそういったものの類に近いですね。美味しい風にするんであれば使えるものは何でも使った方がいいと思うね。ちなみに使った薄力粉はね、このクッキングフラワーね、サラサラの、サラサラですね。それで、焼いていきます。火にかけていきます。オリーブオイルなんですけども、大さじ1杯ね。でまずここ大事です。焼く前に必ずフライパンを温めるっていう作業ですね。油ケチっちゃダメですよ皆さん。ケチっちゃうと美味しさも半減したりしますので、フライパンが十分に温まりましたら中火に落としまして、鶏肉を入れていきます。鶏肉を入れた時にジューッといういい音がしたら十分フライパンが温まってるっていう、ね、こんな感じで、ちょっとね押さえつけながら焼いていただくってことですね。時折動かしてこの皮の下に油をね回してあげます。鶏肉を押さえつけながら、ニンニクとバジルの熱された香りがするんですよ。この香りで飲んでいきます。そうするとどん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 ね、お肉がね、さっき叩いた分盛り上がってくるんです。そして僕も盛り上がっていきます。このチキンで飲む酒は楽しみだな。こうやって押さえつけながらパリッパリのパリスヒットンになるまで育て上げていきます。だいぶね焼かれたと思うんで一回ひっくり返してみましょう。ほらどうですか、パレスヒルトンです。まず最初はこのパリッと感目指してください。裏返したらまたちょっとたまーにこうやって押さえつけながら、焼いていきますね。これももしかしたらノーカットとかで見せた方がいいのかな、わかんないけど、まあ見たくない人は飛ばすと思うんでノーカットでもいいと思います。はい、肉の焼き方ってね結構ね皆さんね分かんないと思うんですよね。で、火はね中火ですから、あ、中火のあれ分かるかな、ちょっとじゃあカメラさん、ちょっと中火これぐらいね、これぐらいの火の加減ですよ。でパリパリパチパチと焼いていきます。やっぱり片栗粉を使うとねパリパリに仕上がります。はい、パリパリチキンってこうやって作るんだなって感じですね。でちょっとこうねたまに押さえつけながらやっていただくと、裏側もパリッといくと思います。はい、このねパリパリバジルチキンが本当に美味しいですよ。本当に最低限 の味付けしかしないので、ね、本当に美味しい。おすすめはね、このまま僕は今回ステーキで食べようと思ってるんですが、本当におすすめはですね、サンドイッチで挟むのがめちゃくちゃ美味しいと思います。
麺が2、3分とかですかね、これね。この方と皆さんも、時間帯分かると思うんですけども。で、これで、はい、裏も、ね、こんな感じで、パリッと、パリズヒルトンになりました。はい。弱火ぐらいね、にしていただいて、中まで火を通すためにこれちょっと蓋します。はい、皮面を下にして、蓋してください。なんでかっていうと、皮面を上にしてしまうと中の、蒸気でパリパリ感が損なわれてしまうんですね。でも火が当たってる部分はずっとパリッといきますね。でこれは弱火で 1,2 分蒸し焼きに、していきますね。蒸し焼きにしてるんですが、その間にごめんなさい、レモン切るの忘れてたんで、レモンを切っていきましょう。こんな感じですね。はい、これ1分間蒸し焼きにできたんで、多分そしたらですね、このチキンをバリッと焼けたチキンでございます。はい、こっちに移してから、これもね、ちょっとだけ休ませた方がいいんですね。1分間ね、ちょっとお皿とか用意していきましょう。切っていきます。で、お肉っていうのは焼いた後にすぐ切ってしまうと、この肉汁がね、どんどん流れていくんですね。内部の温度が80度ぐらいからですね、肉汁が流出が抑えられるっていうふうに言われてるんですね。なんで焼いた直後に切るよりは少し寝かせてやった方が、肉汁がこのお肉の中でとどまるっていうふうに言われてるんですね。はい、ちょっと休ませました。最高です。最高の仕事しました、私。あ、最高です。皮がバリバリすぎて、なかなかね、刃が通っていかない。完璧で、お皿にね。そしてレモン、最高のパリパリパリ完成でございます。ではできましたので、いただきたいと思います。いただきます。皮パリ、皮パリの部分ね、マジでうまい。バジルめっちゃ効いてるね。うん、皮パリッパリで、ハーブとニンニクの旨味でめちゃめちゃ美味しい。わかります、このパリパリ感。うん、こんな幸せがあるかな。ちょっとここはマヨ行かせてください。ここにもちょっとバジル行きましょうか。やばい、めっちゃうまいよこれ。くぅ、バイ。くぅ、いただきます。すげえうまいだろ。パリパリ、うまっ。うまみがギュッとしてるでしょ。うん、バジルがすごい効いてて、うまい。うん、爽やかさ、これがバズレシピ。これがバズレシピ。これがバズレシピなんですよ。この味をこの手間でできる、最高でした。投票としては、小麦粉をつけて油で焼くことによってパリッとした食感が生まれるっていうことですね。ハーブとニンニクをすりつけてやることによって洋食っぽさがね、出ますので、非常にワインに合う仕上がりになりますので、ぜひ皆さん試してみてください。